今回は大西七段のネット後の対局で見ていきたいと思います。白番が中国の野木九段の方で白番が大西七段ですね。初手星に打ちまして。で、二手目ですね。いきなり面白い手打ちましたね。で、ここで、これでね、黒もいきなりつけてきました。やはりね、 大西七段と対局すると、対局相手もね、面白い手を打つようになるんですよね。囲碁は手段とも言いますからね、盤上で会話してるということですね。で、ここです。またすごい手出ました。これはね、常識ではね、考えられない手なんですよね。つけた時には、跳ねよっていう、 病識的な考え方あるわけですけども、付けたら跳ねよここら辺、ここにね、石が来るのが筋、筋、いわゆるね、筋なわけですけども。付けとか跳ねとかね、どっちかに伸びる手を普通は考えるわけですけども。ここにね、逆に付け返しました。 でこれはね、ここに黒に出られて、まあ見た目は黒がいいんですよね。白の形を突き抜いたっていう形なので。で、この地点が、まあお互いの急所でもあるわけですので、見た目は黒がいいわけなので、普通は、まあ今までの常識では考えられなかった手なんですね。だから、相当斬新な手を打ってるというか、柔軟な考え方で打ってるということがわかるかなと思いますね。 だから新しいことに挑戦しようとしてるわけですね。で、これで一段落となりましたね。これ、この分かれはですね、はっきり黒がいいですね。どうしてかというと、黒の石には一つの無駄がないで、白はですね、えー、結構これ厚みとは言えなくて弱点たくさんあるんですね。切る弱点。 えー、ここら辺に黒から覗くっていう弱点がありまして。あの弱点があるので厚みとは言えないですね。なので、で、隅が結構、これで、えー、字だとですね、結構大きな字なので。まあ、この黒の当ても次と見るところですから、結構大きな字,字ですので。まあ、黒字が多いですね。で、また。 真ん中に打ちました。まだ隅がね、二つ空いてるんですよね。なかなか、お互い打ちません。で、ここで、また付けていきます。で、切って。で、ここでまた面白いと打ちましたね。かわしましたね。これはかわしたてなんですね。直接、戦うなら、なんか伸びると思うんですが、伸びて伸びて。こういうことですよね。 ただね、この戦いがね、互角ではないかもしれないんですよね。なんか、白がやれそうに見えるんですけど、実は黒もやれるんですね。どうしてかというと、この伸びが来ると、こう、切りがね、ダイレクトに厳しいんですね。もう主張が、主張が良くなれば、この切りが相当、ダイレクトに厳しい狙いになってきますんで。伸びが来ると、これ厳しいんですね。 こう、急所にキリが入りますので。互角ではないかもしれないですね。あんまりここに黒石が来て欲しくないんですね。白としても。なので、ここはまともな、戦いはせずにかわす番ですね。ここつけました。つけはですね、相手の石を固める手なので、 まあ、なんという、に、とえばいいんですかね。あんまり、なんというか、いいかどうかは、善悪は不明ですね。つけるぐらいだったら単に取った方がいいかもしれないですね。こっちの方が、しっかり、えー、ここしっかりしてますからね。白石取れて。つけはね、やっぱ相手を固めちゃうので、 つけたからといって、ここの真ん中の白石取れるわけではないですので、やっぱりその相手を強化してしまった損を回収できないと、先に、とりあえず先に字を損する手なので、回収できないと悪い手になってしまう可能性があるんですね。だから、この損をどこで取り返すのかっていう話になってきますね。 でこ、こで、ここ、ここ、ここに切りました。切って取りました。これもですね、難しいとこですね。これ、視聴で取りましたっていう手なんですけど、あの、この黒、えー、白石取れたんですけど、逆にこの2目が相当弱くなっちゃったんですね。 だからあんまり得はしてないんですね。あここ取ってもここ取られたら得はしてないですよね。だから、難しいところでした。この、なんというか、このキリと伸びの交換が部分的にはかなり握手で、なんでかっていうと、白としては、黒としても単純にここ曲がりぐらいなんですね、部分的には。 部分的には。白としては、ただでさえこの伸びって打ちたい手なんですね。ただでさえ打ち,打ちたい場所ですので。ここに、自然と白石が実践では来てますので、それが、白にとって大きなメリットなわけですね。でここで、黒としてはいくらでも助ける手があるわけなので、なんか飛びとか打てばいくらでも。 助かりますので。だから。助かる石をわざわざ捨てちゃってるので。これは白がはっきりポイント取ったかなと思いますね。ただ序盤の右上かなり、この右上のリえ、右下ですね。右下のリードってかなり字を、字はかなりリードしてますので。 まあ、まだまだ全然いい勝負かなとは思うんですが。で、ここですね。これも珍しい手打ちました。これ工夫したんですけど。まあ、ちょっとあまりいいかどうかは難しいですね。まあ、普通は打つならこうですけどね。これよりもはっきり居い負けしてるんで、あの、これの方が白にプレッシャーかかってるんですけど。 これはプレッシャーがかかってないですし、まあ、字になった時にも小さいですから。で、まだ字になってないですからね。隅っていうのはつける手とかあって、簡単には字になってませんから。控えても、あの、あんまりメリットがないわけですね。控えるメリットっていうのは。隅も確定字ではないし。これも、まあ、でも新しいことに挑戦してるのかなと思いますね。<laughs> まあだからなんでこういう手が打たれないかっていうと、やっぱりはっきり良くないっていう結論が出てるからなんですね。でもそれでもチャレンジしてると。やっぱりそれだけ、上席もやっぱりね、先人たちの知恵なわけですから、先人たちが残したね、ものなわけですから。 で、曲がって、曲がりも結構ね、すごい手ですね。こうこ曲がるのかっていう、重厚な、ビットですね。で、飛びもすごい手でした。ここ飛ぶっていうのはね、まあ、一見するとかなり重たい手ですね。白がこれ何手もかけてるんですよね、ここって。何手もかけて、ガチガチなところを受けたのって、かなり重たいんですね、石の運び。まあ、なので、 感覚的にはもっと軽く打ちたいところなんですね。で、白が何か打ってきたら、この3目ね、捨てる方がね、感覚的には。まあ、私の感覚だと捨てますね。軽く処理したい。ですね。まあ仮に取られても、隅で大きな字を作れば、これどちらかといえば黒が得してますので。ちょっと白はな、 手がかかりすぎなんですね。手がかかった割にはまだ、街が残ってますから。ここはやっぱ大きいですよね。隅作ったほうが。軽く打ちたいところではあるんですが、これあえてね、えー、もう、これはもう責任が重くなって捨てれなくなりますから、あえてこう打ったってことですかね。あ、だからこの子はね、 お互いが新しいことに挑戦してますので、まあ今までのね、常識的な考えでは測れない、えぇ、ー、人になってるのかなと思いますね。もう半角の世界になってくるのかな。こうなってくるとね。で、つけて。これは、 どうなんですかねまあ一応つけましたと。なん、どう、どうなんですかっていうのは、基本的に付けるときは、何と言えばいいんですかねまあ基本的に相手の攻めたい石の逆側をつけるっていうのが今までの考えなんだ。考えなわけですけど、こっち付けたってことは、えー、左の方、こっちの黒を攻めたいっていうのが基本的な意味なんですよね。だから、まあここの黒を攻めたいならこっちつけると。 いうのが今までの考え方だったわけなんですけども、もうまあどっちつけても結局白一曲なんで、まあどっちでもいいんですかね。一曲ですかね。まあこっちつけたってことは、まあ、普通は左攻めたいっていう手かな。まあ、つけるとやっぱり上の黒は強化されるので。一応これで黒も生き形ですかね。 これはすごい手ですね。これはね、あの、この白石を働いて、一応あたりを未然に防いだっていう感じの手なんですけど、まあ、働いた手ですね。働いた手ですけど、ここはやっぱ、一手かけるなら取った方が良かったかなと。どうしてかっていうと、この場合は中央の価値がかなり高くて、ここの、 当てが効くかどうかっていうのが非常に大きな問題なんですね。実践の進行だと、この当てが効いてしまうので、まだここも薄いですので、やっぱここの当て効くかどうかっていうのは、やっぱ石の強弱、真ん中の価値は非常に高い碁なので、ええー、まあ、ここは取った方が良かったかなと。どうしてかっていうと、ここ取ることによって、 あの、出切りの狙いが単純に厳しいんですね。ここの切りの狙いと、切って、右下守ったのでコスミで。ここの出切りの狙いも単純に厳しいんですね。こうなった時に、ここにしっかり取ってある方が黒としてはいいわけなので、引き筋なくなってますので。あ、ここに白が当てるね。これ単純に厳しいんですね、次の狙いが。なので、全局を見たら、 取りの方が良かったという結論になりますね。部分的な全曲、右下とか何もなしに、真ん中とか何もなしに考えればこういう働いた受け方もあると思うんですけども。全曲を見たときには、取った方が良かった。で、これはやっぱり、この先ほど解説した切りを警戒してるわけですね。真ん中補強しました。ここつけました。 でこれはね、なんか見た目は筋っぽくてかっこいい手なんですけど、えー、まあ、これははっきり握手かなと思いますね。どうしてかっていうと、本来だったら、えー、ここら辺の霧とかいろんな狙いがあった場所を、まあ、自ら消してしまったと。これはまあ、先に損してるわけですよね。その狙いを消したので。で、相当厳しい狙いがないといけないんですけど、 打った手がこの切りなんですね。これはちょっと狙いが小さいんですね。捨てられてしまって。まあ黒はここ得したわけですけど、先にここで損してますから。まあこれはあんまり損の方がでかいので成功しなかったんですね。ここ白がはっきりポイントを取りましたねで。しかも後手引いちゃったんですね。次に白から取れてあるので後手引いてしまいました。この後手引くっていうのが、 やっぱりね、この局面では大きい手が残ってますから、まあ、誰が見てもどこが一番大きいかわかると思うんですけども、左下隅なんですね。まだ隅が空いてると。もう中盤にかかってるんですけど、70手目なんですけど、まだ空き隅が空いてるというね。もうこれ本当にすごい碁なんですね。これはもうお互いがね、常識では打ってないと。斬新な手を打ち合ってるわけですね。すごい碁になってます。 で隅打つにしてもこっちなんですね。あの、左人やっぱり、この局面一番大きい、誰が見ても大きい、一番大きいってわかると思うんですけど、やっぱここはね、あえてね、あのー、自分が打ちたい手を打ってるわけですね。これはここの黒を取りに行った手ですね。で、ここに打ちました。 ただ、ここに、これだけ白、白石たくさん来ても、まだこれね、全然字じゃないですね。あの、ここら辺の霧の弱点、覗きの弱点あるので。だこれだけ、石が強くなっても、まだ厚みとは言い切れないので、相当やっぱりこの、序盤に打った右下の分かれが、相当白悪いってことが分かりますよね。これで字になってないですね。簡単に手になってしまいました。でここで、 のぞきから付けが黒かなりう,うまい裁きでしたね。えー、ここで、切りから取ったんですけど、この打ち方あまり良くなかったですね、これははっきり。なんでかっていうと、切られて、非常に抱えられてしまったんですね。これだけ白石がある場所で、黒が堂々のしのぎ、しのぎというか裁きになりました。かなり黒にうまいことできてまして、局面が。 これね、視聴あたりになってるんですよね。こうなるとちょっと前に打ったこのツケがかなりの握手だったんですけど、大握手が攻守に化けたんですね。なんかヒカルの語でも、バカ子戦でありましたよね、こういうシーン。握手、打たれた瞬間は握手だったんですけど、この数十手後にコースに化けたんですね。これかなり黒がうまいことできてました。 握手がね、本当にコースになっちゃったんですね。視聴ちょうどうまいこと、視聴あたりになってまして。これは黒がはっきりポイント取りましたね。こんな白石たくさんある場所で、もう堂々の裁きですから。これでもう攻め、この後効かないですからね。だらこうなるぐらいだったら、この、打た切りがこの場合良くなかったんですね。伸びと変わって。これただでさえ黒打ちたい場所なので。 だったら他の手を選択した方が厳しかった。例えば単に伸びるとか。もう当ててしまう。当てて伸びるとかね。まだこっちの方が難しかった。まあでもこ、大西七段は、まあ、こんなことは一目でわかりますから、まあ。分かった上でね、あえて打ったのかなと思いますね。 やっぱり今まで悪いとされてた、たちに、苦手とされてた、に挑戦してみようってことですね。でこれもね、見た目、打たれた瞬間、すごい悪い手ですね。どうしてかっていうと、この瞬間、桂馬の裂かれ形に、自ら、誘導してしまってるんですよね。ここに出られたら、すごい悪い手になってるんですね。桂馬の裂かれ形。だから、普通はない、ない手なんですね。常識には。 常識では打ってない。この碁はお互い。だから、打つならまだこんなもんですよね。これでも白はこんなもんなんで、この、この白石は強いので、強いしねあんまりくっつかない方がいいんですね、基本的には。 ちょっとこの手はこういう、こういうでも、こういう可能性も消してますからね。いろんな可能性を消す手なの。で、白もここで、普通はもうノータイムで打つなら出ます。ここでね、やっぱひねった手を打ったのが面白い、面白いですね。これはしっかりこの黒石を取り切った手なんですけど、まあもともと、 左上の白が相当強いんですね。どうしてかっていうと、この黒がほぼ、あんまり、この黒が結構弱いので、左上の白というのは相当強いんですね。なので、あんまり補強するっていうのは普通は思い浮かばないんですけど、あえてここに行っ手かけたんですね。行っ手かけても、 やっぱ、ここの黒は強いですから、なかなか厳しい先の狙いにはなってくるかなと。で、つけはいい手ですね。これ、利かしに行った手で。これも結構うまい利くしでしたね。で、ここに入りました。こっちから入るんですねっていうことですね。左下の白ってめちゃめちゃもうガチガチに今、強化されたのでガチガチに強いんですね。ガチガチの確定値なんですけども。 確定時の方から入るんですよね。だどちらかといえば、まあ、今までのね、まあ、これがやっぱりわかる、わからないわけですけど、新しいことに挑戦してるわけですけど、常識的な考え方からすると、やっぱここめちゃくちゃでかいんですよね。やっぱ一応ここもね、あの、ど、どちらかといえば弱い子から打った方がいいと思うんですよね。どっちかっていうと、もう左、下はガチガチに強いので、これ以上強化する意味がないんですよね。 でもここは、ここに出ることによって、真ん中の強化にもなっているので、一応、ここちょっと弱い意味ありますから。まだここら辺。ちょっと薄いので。やっぱ弱い石から補強した方が、いいとは思うんですけども、あえてですかね。まあ、ここに打つと、これが嫌だったことですかね。まあ一応これは、 とりあえず繋がっただけの手ですからね。まあ、やっぱこのメリットはありますからこの手がそれでも嫌だった。だからここの、正直言うとこの語はお互い何をやってるのか訳が分からないので、解説不能の語ではあるんですよね。正直に何をやってるかわからないんですね。お互いが。本当に今までの常識ではお互い打ってないわけですよね。 それをあえて挑戦してるのがすご,すごいんですね。普通はね、こういう気が思いつかないわけなんですね。思いつかない手を打ってると。だから思いつきすらしないんですね。だから、だから、全然、普通にない手をお互い打ってると。今までの。でこうや まあこれちょっと利かしに行った手ですね。ステージにして。で、この後はもうね、戦いが一段落しまして、この後はね、予、え、選、ー、勝負に入りました。最後どうなったかというと、もうしばらく打たれて、206点まで打たれたところで、ここで黒が投了して、白の中押し勝ちとなりました。最後どうなってるかというと、えー、跳ねたところで投了ですね。 押さえると継ぐんですね。ここ、攻め合い3手なので、黒はこの瞬間2手になってしまいますので、ここに打っても、こうになってしまうんですね。この瞬間。これは無条件で取れてる場所がこうになったの大事件なので、押さえたらこうになっちゃうんですね。まあ、こことこのこう争いですね。コ材たくさんあるので、ちょっとこれは、 この項勝てないんですね。右下にも項材ありますから。切っていく項とかね。項材たくさんありすぎて勝てないんですね。なので、押さえは無理なので、跳ねたら取りぐらいになりますね。取れば、この瞬間お互い3手なので、ダメ詰めれば無条件で取れるんですね。行ってがちですから。で、これで形勢判断することになるんですが、 冷成判断すると、細かいんですけど、白が少しわずかに残ってる冷成ということで、この計算ができたので投了したのかなと思います。非常に面白い一曲でしたね。というわけで、今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。